はい、どうもこんにちは。今回の整数問題、こちらですね。兄弟の問題持ってきました。見ていきましょう。A と B は A の方が大きい自然数で、P と D は素数で、P が2より大きいとする、つまり3以上の素数ですね。この時に A の P 乗引く B の P 乗が素数 D ならば、D を 2P で割った余りが1であることを示せという問題です。まあ、どっから手をつけたらいいのかわかんない問題ですね。まあ、整数問題に不慣れな人はとても苦労するとは思いますが、まあ、素数だとか、あと実は二項定理なんかも登場するいい問題です。まあ、整数問題の実力アップにつながると思います。ぜひ最後までご覧ください。では、解説に入っていきましょう。A の P 乗引く B の P 乗が素数 D というこの式があるわけなんですけども、これですね、実は結構強い条件なんです。というのも、この左辺の P 乗引く P 乗、これですね、因数分解することができます。結論を書く前に少し実験してみましょう。P が2の時、A2 乗引く B の2乗、これはどうやって因数分解できるかっていうと、もちろん A 引く B かける A 足す B ですよね。で、次じゃあ P が3の時を考えてみます。A の3乗引く B の3乗。これはどうやって因数分解できたかというと、今回も A 引く B というものがあって、残りは A の2乗足す AB 足すことの B の2乗と、こういう感じでした。で、少しですね、手間かかりますけども、A の4乗引く B の4乗、これはどうやって因数分解できたかというと、A 引く B の、あとこっちは、あえて因数分解しないで書いておくと、こんな感じで書くことができます。ということで、ルールも見えてきましたね。A 引く B というのが必ずあって、残りは1時、2時、3時っていう風になってるんですけども、指数が少しずつずれてるわけですね。全部 A とか、1個だけ B、全部 B とか、そういう感じになっています。ということで、結局、この A の P 乗引く B の P 乗っていうのは、どうやって因数分解できるかというと、まず A 引く B っていうのはもちろんあって、そして残りは、まあ逆に指数見比べればいいんですけども、A の P 引く1乗、足すことの A の P 引く2乗の B、足すことのっていう風になって、結局 A の B の P 引く2乗足すことの B の P 引く1乗という風になるわけですね。さあ、というわけで因数分解できたわけなんですけども、結局これかけるこれというのが元をたどれば A の P 乗引く B の P 乗だったわけですから、つまり問題文の条件から素数 D であるということが言えるわけです。ということで、ある2つの整数の積が D であるということが言えて、でしかもですね、この2つ目、たくさんの和を取ってるこの部分なんですけども、これっていうのはそもそも自然数の何とか乗っていうのを足し算していて、 P っていうのは3以上の素数なわけですから、必ずここっていうのは1より大きいということが言えるわけです。A-B という整数と、あとこれ1より大きい整数をかけた結果 D という素数になったわけですから、結局こっちが1でこっちが D になるほかないというわけなんですね。ということで、この条件式からなんと A-B が1ということが分かりました。で、 A-B が1ということはですね、 A と B の関係式も分かっているわけで、例えば A を B たす1というふうに書けますよね。 A を B たす1と書き換えることで、この関係式は成り立ちます。さて、あとはですね、この式から D を 2P で割った余りが1であるってことを証明すればいいんですが、ポイントはこの B たす1の P 乗を2項展開したときに B の P 乗っていうのがこれと打ち消し合ってくれるっていうことなんですね。さて、この式の左辺をですね、まず2項定理を使って計算していきましょう。 B たす1の P 乗というのが和の記号を使って書いてみると、 J が0から P までの PCJ の後は B の J 乗かな、こうやって書くことができます。これはこうですね。で、そして引くことの B の P 乗っていうのがあるわけです。で、この二項定理の式で J を P にしたものが B の P 乗に相当してるわけです。で、それとこれが打ち消し合うので、和を取る範囲が J が0から P 引く1となって、あとは一緒 PCJ の B の J 乗というふうになるわけなんですね。さあ、ということで、これが結局 D だというわけなんですけども、ここでですね、 J が0から P-1 のうち J イコール0の項を1個だけ取り外しておきます。今この1というのが J イコール0に相当する項ですね。 PC0 の B の0乗なんで1になるというわけです。で、あと残りがここにあるということですね。はい、というわけで、この式の左辺をですね、二項定理などを使ってここまで変形することに成功しました。で、これが D なわけですから、これを 2P で割った余りが1であるということを示せば OK なんですね。この余りの1っていうのはこの1に由来しています。まあ、だから結局ここが 2P で割り切れるよってことを言えばいいんですね。でですね、今この部分が 2P の倍数であるということを2つのステップに分けます。1つがまずこの部分が P の倍数であるということ、そしてもう1つが2の倍数、偶数であるということですね。 P は3以上の素数なので、その2つを証明できれば 2P で割った余りが1であるということが証明できるわけです。さあ、まずは P の倍数であるということを言いたいんですが、この
各 J に対応するこれ PCJ の B の J 乗、これは実は P の倍数になるんです。それぞれが P の倍数なんでかっていうと、それは PCJ この二項係数っていうものを分数で表記してみるとわかります。今 J というのは1から P-1 までの整数なんですが、この分数見てみると分子に P があるので分子は P の倍数で、分母には P があるかというと素因数 P って含まれないんですよ。なんでかっていうと P が素数で J っていうのは P-1 までだから、分子は素因数 P を含んでて分母は含んでないで、これ全体は整数なわけですから、結局 PCJ 自体がそれぞれ P の倍数だと言えます。それぞれ P の倍数なわけですから、和を取ったここの部分全体も P の倍数と言えますね。ということで前半戦終了。あとはこのアスタリスクのこの部分が2の倍数であるってことを言えば OK なんですけども、ちょっとですね2の倍数だという方が難しいのかな、少し頭を使います。で今回はですね一回ちょっと戻ってこの星マークの式を頼ることにしましょう。 B たす1の P 乗引く B の P 乗が D という式なんですけども、 B と B たす1っていうのは1違いの自然数です。ということはこっちが偶数だったらこっちは奇数、こっちが奇数だったらこっちは偶数というふうになるわけなんですね。空気が違うものの P 乗同士を引き算しているわけなので、この引き算した結果 D というのは奇数になります。これとこれの偶奇が異なるので、それを引き算した D は奇数であると。それで1たすこれというのが D だったわけで、その D が奇数なわけですから、 D から1を引いた残りここは偶数ということになりますね。ということで結局この部分というのは P の倍数でもあり偶数でもある、つまり 2P の倍数だということが言えます。この部分が 2P の倍数であるということが言えて、そして結局1たすこれが D だったわけなので、結局 D というものは 2P で割ると1余る、その1というのはこれですね。ということで題が示されたということになります。以上がこの大問の証明でした。やってきたことを振り返りましょう。 A と B というのは A の方がでかい自然数で、 P と D は素数、 P は3以上の素数ですね。この時この関係式が成り立っていれば D を 2P で割ったら1余ることを示せという問題でした。まずですね A の P 乗引く B の P 乗を因数分解して、それが D だったわけで、ここは1より大きいのでこっちが1でこっちが D ということがわかるわけですね。で特に A-B が1なので、これを使って元の式書き換えてみるとこんな感じになります。あとはこれを使っていくんですが、左辺は二項定理を使って B の P 乗を打ち消してあげるとこうなって、さらに1だけ J イコール0の対応する項だけ引っ張り出してあげるとこうなるわけです。で1がはみ出たのでここが 2P の倍数だよと言えばいいわけですね。そのためにまずこの PCJ という二項係数が P の倍数であるということを言いました。またですねここは偶奇の違うもの同士の引き算になっているので D は奇数ということで、1を引っ張り出した残りのこの部分は偶数でもあるということがわかります。したがって P の倍数かつ偶数だということが言えて、 D は1たす何か 2P の倍数となるわけですから、 D を 2P で割った余りは1であるということが証明できたことになります。ポイントとしてはまずこの因数分解ですね、結構いろんなところで出てくるのでこれを覚えておきましょう。またですねこの式を二項定理を使ってばらして D の P 乗を消して1を引っ張り出してあげるというのが大事です。余りが1であることを示せと言われているので、1を出しちゃえばあとはここが 2P の倍数であることを示せばいいというふうになって、問題が少し簡略化されるわけですね。そういうふうにある意味その証明したい形に合わせて変形していくっていうのも実践的には大事なテクニックになります。まあ、因数分解とか二項定理とか、あるいは偶奇の議論とか、整数に関するいろんな要素が詰まっているいい問題だったと思います。はい、というわけで今回は以上です。僕の YouTube チャンネルではこんな感じで大学入試問題の数学の解説をしています。また他にも数学物理のトピックを動画にして配信しています。もし今回の動画気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。また毎日夜7時に動画の公開をしています。公開したらすぐ気づけるように画面の下のベルのマークの通知をオンにしておいてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。